いらっしゃいませ、吉太郎チャンネルへようこそ。サチヤ吉太郎、店主吉太郎です。本日は鶏の唐揚げ何分でできるかチャレンジやっていきたいと思います。皆様、鶏の唐揚げというと前日からタレにつけてもみもみしたりとかしていらっしゃいませんかね。このレシピはそういう仕込みも一切いらず、突然唐揚げが食べたいと言われた時にも使えるレシピです。正直時間かかったことないんで何分で作れるかわかんないんですけど、10分以内ぐらいでは作りたいなと思ってます。それでは早速やっていきたいと思います。それでは実際に鶏の唐揚げ何分で作れるかチャレンジ始めます。よーい、スタート。始め。
では鶏の唐揚げ解説編始めます。まずこちらスーパーに売っている普通の鶏のもも肉です。この時大きさですね、あんまり大きくするとやはり揚げ時間もかかりますし、私の場合はそうですね、これぐらい。何グラムなんだろう、これで20グラムですね。このぐらいの方が食べやすくて揚げやすくていいかと思います。はい、切れたらお酒です。薄口醤油なければ濃い口醤油でも結構です。塩少々、胡椒少々、にんにく、生姜で、もみもみです。で、まあ、ここでポイントなんですけど、この液体に片栗粉をなじませて、それが衣になるので事前にもみもみをしておく必要がないというレシピです。ここに片栗粉を適量です。この片栗粉で液体の中になじませて、周りに鶏の周りにこの味をまとわせるようなイメージで、はい、でこのようになります。これでもう下準備完了です。揚げていきます。この時もなるべくこの玉状になるように油の中に入れていただいた方が、最後見栄えがこの手の中で玉状にして油の中へ。すぐ触らなくていいですからね、しばらくこのままで。温度計です。今がだいたい170度弱ぐらいです。このぐらいの温度がちょうどいいです。まずは、はい、1分から1分半ぐらい上がったら一度休ませます。ここポイントです。唐揚げの極意、二度揚げです。ここで30秒から1分ほど休ませます。
その間に余熱で、火が入ることによって周りが揚がりすぎてないジューシーな唐揚げができます。正確に時間を測っていただかなくても30秒から1分ぐらい休ませていただいて、その間にじわ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 お肉に熱が入っています。で、2度目に揚げるときに意識していただきたいのが、周りを、サクサクカリカリにしていただくことです。2度目に揚げる目的はそこです。いい感じです。はい、これで完成です。では盛り付けです。マヨネーズはお好みで、色味でプチトマトなんかもいいかなと思います。はい、吉太郎流の鶏の唐揚げです。お待たせしました。前回のアジフライタイムアタックチャレンジに引き続き、今回は鶏の唐揚げタイムアタックチャレンジご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。10分という目標の中チャレンジしましたが、実際は6分弱ですかねという記録で、意外と早く作れるもんだななんて思って嬉しく思っています。そして今回の、鶏にお酒と醤油をかけて、そこに片栗粉を溶かすというやり方をしましたが、このやり方だと、揚げかす、油かすが出づらいので油が長持ちします。ですので、ぜひご家庭でもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。